皆さんこんにちは、みずきです。今回はフリフさんとのタイアップ動画です。私がこの夏着たい浴衣でルックブックを撮影したので、ぜひ最後まで見てください。1着目の浴衣はこちらです。もうね、可愛すぎません？どれも本当に素敵な浴衣でうっとりしちゃいました。この浴衣は珍しい肩身合わせのデザインです。カラーもくすみブルーグレーで大人っぽくておしゃれなんですよ。私基本は大人っぽいデザインが好きなので、これはカラーもデザインもドンピシャで大好きでした。シンプルなんだけど地味じゃなくて爽やかで涼しさも感じられるデザインです。ちょっとポイントでグリーンが入ってる下駄をチョイスしました。シンプルながらも洗練された大人な印象にしてくれるデザインに惹かれて選びました。慣れない下駄履く動作にかなりおどおどしてます。足つりそうになったもんこれで。カバンは長財布もペットボトルも入るのがマストだなと思って、この大きめのカバンをチョイスしました。でね、フリフね、本当にアイテム数もだし種類の豊富さにびっくりしました。浴衣だけじゃなくて振袖、袴、お洋服もたくさんあって、振袖とかほんと可愛くて、これから成人するみんな羨ましいなと思いながら見てました。私今年は夏イベント以外でも浴衣着たいと思ってて、それぞれにシチュエーションといいますかテーマを決めました。この浴衣は屋形船大人デートなんていうロマンチックなことをイメージしておりました。ヘアメイクはプロの方にしていただいて、こんなに素敵に仕上げていただきました。感動です。あえて巻かずにストレートでヘアアレンジした方が大人っぽくなるんだということに気づいたので、これから自分でやるときはストレートでやってみます。2着目はこちらの浴衣です。これも素敵すぎる。この浴衣に惹かれた理由は、花柄着たいけど子供っぽくはなりたくないなって探してた時に、この木蓮柄が珍しくて、これなら飽きずに長く着れそうだなと思ってこれにしました。木蓮の花言葉は気高さ、高潔な心だそうで、着るだけで気品あふれる素敵な女性オーラを漂わせてくれる魔法の一枚だと思います。メイクもこの浴衣に合わせて強めのアイラインとオーバーめのリップにしてくださいました。下駄はさりげなくドット柄入ってるのがポイントです。この浴衣はね、川越とか行きたいですね。食べ歩きしたり浴衣女子会みたいな感じで遊びに行きたいです。バッグはフリフオリジナルのラタントートバッグです。全部のバッグね、内生地がすごい華やかで、細部までこだわり詰まった可愛いバッグです。しかもこの浴衣の一番感動したところは、これ自宅の洗濯機で洗えるポリエステル素材で、シワになりにくくてアイロン不要で、浴衣のさ、めんどくさくてどうしたらいいかわからないお手入れの心配が全くないんですよ。すごくないですか？感動しました。昔はね、プチプラ浴衣3点セットとかが多かったけど、やっぱり年齢を重ねるとこういういい浴衣一着は欲しいなって思うようになりました。はい、最後の浴衣はこちらです。1、2着目とはガラッと印象を変えてみました。夏らしくて華やかな浴衣なんだけど、カラーが優しい印象で、デートとかね、お出かけにぴったりで、誰からも愛される柄だなという感じがします。私的にこの柔らかい印象の浴衣にへこみでイエローを入れたのが、可愛らしい印象になりすぎず大人っぽいおしゃれ感をプラスしたっていうところがポイントです。この柄は5色展開で、どのカラーも柔らかい色合いですごい可愛かったです。素材は綿素材で、より涼しげな印象になります。もう最後のテーマはこれはザ・花火大会デートにします。キュン。下駄はデートなので、ちょっと高さのあるものを選んでみました。今回ね、この3つ選んだんですけど、ネットに本当にいろんなテイストがあって、どれも可愛くて迷いました。カバンはコロンとした形が可愛いボストンです。長財布も入るし、ポーチも入るし、デイリーにね、使いやすい程よいサイズだなと思いました。髪飾りも帯締めも小物系をね、今までよりもちょっと盛りだくさんにしてみて、より華やかな印象でデートに臨むぞっていう感じの仕上がりにしてみました。
はい、ということで私がこの夏着たい浴衣を真剣に3着選びました。何着目が好きだったでしょうか。本当に本当にどれも可愛くて夏がより一層楽しみになりました。期間限定のクーポンコードも概要欄に載ってるのでぜひチェックしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。